どうも、中野実験室です。今日もここジャンプ部屋からドラマ相棒の感想をやってみようと思います。中野実験室です。ドラマ相棒の感想なんですが、今回は、第16話右京の同級生でした。なんと竹下恵子さんがゲストということで、脚本も演出もあとキャスティングも全て気合が入っていたように思います。で、事件の内容ですが、最近そんなにテレビで問題になってるような、ニュースで問題になってる気はしないんですが、外国人労働者のオーバーステイであるとか、人材派遣、就労斡旋の時に汚いお金のやり取りがされているというような、社会問題というか、国際問題というか、今日本で起きているかもしれないということがテーマでした。そうですね、最近は社会事情、社会の事情と関わってのこともありますけど、社会のね、社会問題というか、難民問題とかもテレビとかでよく語られることはあるんですが、日本で働く外国の方というのは、今後も増えていくと思います。その中で、その不当な扱いを受けたりだとか、給料を、奪われてしまったりとか、ひどいのはわざと怪我をしたら、労災が下りて、それでお金を借金を返せるぞなんていうひどいやつも出てきました。それは死んだ役なんですが、現代的なこともいろいろと考えたんですが、今回すごく一番特徴的だったのは、今までの相棒シリーズでもありましたけど、ラスボスを倒せなかったっていうことですね。その才川というエルドビア、南米の架空の国のエルドビアと強いコネクションを持っている、外国人斡旋業の会社の社長が、結局逃げてしまう。しかもその人材ブローカー、悪徳人材ブローカー的なこととは別に、おそらくコカインの密輸もやっている。っていうような巨悪を結局倒すことができない。なぜ、倒せないかというと、警察上層部の他にも、国の上層部に、その才川と繋がっている人間が、たくさんいるということで、逮捕できない。そういう、ちょっと後味の悪い終わり方をしましたね。今後のシリーズの中で、才川を倒すことができるのかって言えば、わからないですが、今回だけの出演なのかもしれませんが、悪は逃げた。そしてもう一つ印象的だったのは、鏑木君が日下部事務次官に反旗を翻すのじゃないかというようなシーンがありました。その鏑木君の正義と、日下部事務次官、つまり法務省の正義というのは、今まで一致してるもんだと思って見ていたんですが、鏑木君が右京さんと出会ったことで考えが変わったところがあるのか、そもそも事務次官とは考えが合わなかったのかは分からないですが、少し何か道が変わっていくんじゃないか。そして一応法務省からの出向という立場ですが、そのあたりにも何か変化が生まれるのではないかと思いました。相棒14もそろそろ終盤で、あともう何回か、3、4回で、最終回だと思うんですが、どのような最終回を迎えるのか。そして相棒15に、鏑木渉、それまち隆さんは引き続き続投になるのか、そのあたりがとても気になります。というわけで、今週のドラマ相棒の感想でした。それではまたお会いしましょう。ご清聴ありがとうございました。